一日の終わりに癒しのひとときを。ご住職、今日どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。先ほど敷地内から歌声が聞こえてきたんですけど、梅花流と申しまして、御詠歌、仏様の御教えを歌にしたものでございます。それを寺のお檀家様と一緒にお稽古をしておりました。お経とはまた違うんですか？歌っている内容というのは仏様の教えと同じですので、お経と同じと思っていただいて結構です。また他の宗教でいうとキリスト教でミサ曲とかゴスペルとかそういった音楽があったりします。非常に宗教と音楽っていうのは仲良しの関係にあるというふうに感じています。今日はありがとうございました。ありがとうございました。風を感じながら、こう電車の音とか鳥の鳴き声とかに癒されながらゆっくり座ることができました。ちょっと音つながりになりますが、はい、先ほどあの御詠歌のお話をお聞きしましたけど、はいはい、お歌っていうのも禅と何かつながりってあるんですかね？はい、行もまた禅、座もまた禅という、言葉があります。我々の普段のすべての行いがそれは、禅の姿であると。私自身お唱えするときはお歌に集中しておる気がいたします。ですので、その瞬間は御詠歌も、禅と、私は捉えてあります。カラオケがお好きな方とか、ね、美味しいものを召し上がるというのもやっぱり心を解放してプラスのエネルギーになっていくということはやっぱりそれも禅なのかなというふうに思います。私たちの日常って、その禅語が小さな頃から知っている言葉でもあるんだなっていうのをよく思います。そうね、それこそ挨拶とか我慢とかね、そういうよくね、お聞きされたこともあると思いますけど、結構ありますよね。一つ一つのことを丁寧に行って、人に優しく周りの人に幸せになるような行動を選択していこうっていう、そういう教えなんですよね。そうですね。我を忘れる、心身脱落って道元禅師がおっしゃいましたね。もう自分の身の心というのも置いといて、座禅というのもそれは、人のために座るんだっていうふうにお示しになってる。
座禅のお姿を拝見して もう本当に正真端座っていう言葉がふさわしい、本当に、きちっと座禅のご修行をされてきたなっていうふうに感じました、はい、一つで、またお話をさせていただいてすごく楽しいです。なんかあまり楽しいもんだから、すいません、話が長くなっちゃって、とんでもないです、はい、なので我法人っていう言葉があって、我は我、法は、ね、会う、ね、我は人に会うっていう言葉なんですけど、まさに、今日はそんな日だったなっていうふうに、感じました。あ、すごい、なんかどん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 お言葉出てきますね。まあ思いつきだから自分自身はできてないんですけど、ね、いや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 